16、17の2日間、ロンドンパラリンピックの開会式の演出を手掛けたグレイアイシアターカンパニーの芸術監督ジェニー・シーレイさんを特別ゲスト講師にお招きしてワークショップを行いました。ジェニーさんはオーディオビジュアルの演出表現を駆使した作品作りに定評のある方です。今回私たちも視覚や聴覚に障害のある方と一緒に楽しめる作品ということを非常に意識して制作いたしました。目を耳を凝らすと出会える新たなレイヤーがあったことにお気づきいただけましたでしょうか。来年度ですね、今年このオーディオビジュアルの表現をさらにブラッシュアップし、皆さんに驚きと感動をお届けしたいと思っております。2014年こちらのゾーンの花テラスで横浜パラトリエンナーレというものを開催いたしました。でその時に初めてスローレーベルとしてパフォーマンス、パフォーミングアーツに挑戦をしました。でその時は金井圭介さんと一緒にやっていたんですけれども、ワークショップをしますと言っても本当に参加者が集まらなくて、障害のある方たちがなかなか来てくださらなくて、で金井さんと来てくれないなら行こうということで、市内の障害者施設を回ってワークショップを提供したりして、でじゃあ象の鼻で待ってますって言うと来てもらえない、そういう現実がありました。でどうしてだろうって思った時に、やっぱり障害のある方がこういった場所に来て障害のない人と一緒に表現活動をするということが本当にいろんなハードルがあるんだなということにその時気づいたんです。でそこでそのハードルをなんとかこう改善取り除くためにやりたいなと思って、このスロームーブメントというパフォーミングアーツのプロジェクトを立ち上げて、そしてアクセスコーディネーターという専門家を入れたりしながら、なんとかそういう活動を地道に続けてきた結果、今回11名の障害のあるパフォーマー、そして障害なく一般のパフォーマー12名、今ここにいるのは18名なんですけど、東京公演から数えるとですね、それだけの人に参加していただくことができました。これからですね、来年度は先ほどのオーディオビジュアルという話がありましたけれども、引き続き一般の市民の方々をたくさん巻き込んで、企業の皆さんを巻き込んで、みんなで一緒にこの大きなムーブメントを育てていきたいなと思っておりますので、引き続き応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは今一度パフォーマークリエイティブチーム、そして制作スタッフ、みんなに感謝の気持ちを込めて拍手をどうぞよろしくお願いいたします。素敵な日曜日を過ごしてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。